歴年後半にアペルトゥーラ、翌年前半にクラウスーラが行われる。歴年前半にアペルトゥーラ、後半にクラウスーラが行われるアペルトゥーラとクラウスーラは、多くのラテンアメリカのサッカーリーグで用いられているに、シーズン制におけるリーグ故障のことである。前期をアペルトゥーラ、後期をクラウスーラと呼ぶ。アメリカ式の春秋性を採用し、歴年前半にアペルトゥーラ、 後半にクラウスーラが行われるのがコロンビア、パラグアイ、ボリビア、ウルグアイなどである。ヨーロッパ式の秋春制を採用し、歴年後半にアペルトゥーラ、翌年前半にクラウスーラが行われるのがメキシコ、ホンジュラス、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグアなどである。多くの国ではアペルトゥーラとクラウスーラそれぞれで優勝クラブを決めているが、ウルグアイ、 ベルーなどはシーズンごとの最上位クラブが優勝プレイオフを行って年間王者を決め、ステージごとの優勝クラブは定められない。南半球では北半球と季節が逆になるが、下表では南北にかかわらず、歴年前半に前期を行う場合を春秋制とする。ありがとうございます。